熱いし、コーナーに入れてアイス入れる？いいわ。あ、でもうまそうやな。でもいいわ。願書、どんな曲かとか、どんなことがやりたいかとか。まあそうやな、割とポップな感じやねんけどな。あんまだからこう、あんま全然なんか雨降ったってみたいな感じがします。まあ、これはこれでちょっと戦略的やったりするんですけど、画面地面に模様があった方が動きが分かりやすい。濡らしたんかな、わざと。それはここまで広いと多分雨やと思いますけど、まあでもあえて雨あれが色を狙った可能性っていうところでも怖いみたいな、曲的には。まあ、あとはその BPM とか、うん、あとはバンドの色合いとか、うん、この辺のことにだいぶかかってくると思うんですけど、多分こうカラフルにとかポップにっていうのが前とは割と手間とお金がっていうのかかって、静かな方が言うたらほんまにまあまあシンプルな方がシンプルにしていくっていう、安いは安いよな。紙吹雪投げるだけでやっぱ回収して時間かかっちゃうもん。その辺の作戦をどうしていくか。そうやな、いきなり曲始まりじゃなくていいような気がするんだよね。なんかあってから曲が始まる、うん、考えてみます。はい、すいません、ありがとう。案外話の展開良かったような気がする。前回こういう感じだったの。いや、前回はもっと漠然とし漠然としてたな。やるかもよぐらいの YouTube の方の話本当は。あ、向こうにおる。というわけで今回のお話し相手は市村君でした。ずっと回ってたんですね。ありがとうございました。監督やからな、もう。総監督やで。総監督、ディレクターやから。どう話してみて。いや、まあいいもの作れるんちゃう。やる気を一言で。花。いや、なんかさ、最近さ、なんか面白みとかさ、なんか味やんか、あのみって。で、なんかその悲しみとかあるけどさ、なんかその嬉しみとかさ、使ってる人多くない？若い子で嬉しみ、もう分かんない。もう何でもみってつけんのよ。あ、なんつったらいいんやろ、使い方下手くそやねんけど俺は。感情そうそう、まあ、その感情のやつの
まあ、楽しみは普通やもんな。そうそう、楽しみとかそういう使い方のみを何かにつけはんねんや。楽しみのみは普通にひらがないと思うけど。まあまあそれは悲しみもそうやしな、うん、苦しみ、苦しみとか、味の使い方、味じゃないんかな、もがきみ、あ、もうほんまにそんな感じ、そんな感じ、あのライトまぶしみやしみたいな感じ。こんばんみ、それビビロ。